昨日朝起きたら歯茎が腫れてまして、奥歯がにもう一本歯が生えたぐらいの大きさの膿が溜まってました。夜中の2時ぐらいからずっと寝れず、朝一歯医者に行ってその膿を破ったら、悪いものが全て全部きれいに出ました。とても幸せです。今ただ昨日痛み止めで気持ちよかったんですけれども、今日痛み止めが全部切れまして、最悪な気分ですが、体が治って右の歯で何か食えると思うとワクワクします。以上。よし。